あれ？入れない。入れる。兵士が一人。この辺も二人ぐらいいたはず。いたって普通にフィールド上に電気部品が転がってることもあんのか。兵士どこ行った？はい、さよなら。ああ、またいた。待って、今こいつ起きたかと思ったよ。びっくりした。あ、違う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 。あ、どこ？お、どこ？見えん。ああ、見えん。どこ？距離を取るべし。あ、いた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 。あ、下手くそ。頭落ちたい。よし。4発。あ、ちょっとやばいかも。弾を大事にしないと。まだこの先にも兵士がいたから。なんか知らないけどこの辺の人たちみんなツーマンセルで動いてんな。兵士が意外と電気部品を持ってるのか。あ、電気部品あった。モスクワ、もしかして電気部品の宝庫？兵士倒してるや。結構溜まるかも。あ、首がね。そんで、そうそうそう、こちらに放浪者いないかも。電気部品とこれです。та самая музыкальная шкатулка, которую я подарил Тане на день рождения. А это что? Здесь что-то есть внутри. Жучок, что ли?Значит, за Татьяной следила КГБ. КГБ? Зачем? Что им было нужно от нее? これ前も思ったけどさ、不気味すぎるんで、オルゴールにしては。はい。で、これを確か、こうすると、そう、勝手に閉じるんだよ。Зачем ты здесь?終わり。Узнаешь? Ты хотел поговорить? Давай поговорим. Да не со мной. Старикан хотел, чтобы ты сначала эту штуку нашел. Твое время уходит. Откуда она у тебя? Не здесь. Встретимся в соседнем здании через пару минут. Все интереснее и интереснее. А, そうだ。今のやつは別に裏切りとかではないか。裏切りというか、怪しいやつではない。ああ、立ち穴。サシコ。で、これ、ここから出ると、はい、消えてると。サシコってやつがね、向こうのビルで合流できるんだっけな。前会った時はそこで突然究極の二択を迫られた気がするんだけど、今回も同じかな。まあまあまあ、ちょっとそのサシコってやつに合流する前に周辺散策を済ませてんだよ。本当に汚染されてんなこの辺。兵士が二人ほどいるはず。あれ？いるはず。
ない？もしかして前はいたんだけど、いないな。あ、この建物めちゃくちゃアイテムある。前もそうだったか。ちょっと建物を漁る前にだ、こっちの方を。なんか揉めてる NAR 兵士もいたと思うんだよな。ここ入り口ね。兵士おらんか。電子キー部品、よし。ピッキングツール作れる程度に溜まったんじゃないか。レーションもあった。あれ、前こんな作りだったっけ。この辺覚えてないよ。ここにハテナ。おお、びっくりした。スキルアップ。あー違う、レベルアップ。ここからも入れんな。兵士いない。いる。ならず者はさっさとスタンダー。うわ、本当にバレにくくなったかこれ。そんな感じせんぞ。うわ、向くなこっち。バカ野郎。うわ、やばい、弾なくなった。のパターンになっちゃうよ。警戒解いてくれ。あ、これよく見たら右上にメタルギア的警戒カウントダウンが、だけどなんか日本語が間違ってる気がする。これ検索じゃなくて捜索中だよね。これちょっと待てばいいか。あ、アーマー側が先に削られてるな。ということは、死体があったからとて、この右上のカウントダウンが終了すれば、敵は警戒を解くということでいいのかな ?3、2、1。もう一人はもうちょっと奥にいたよね、きっと。きっと。したいしたいしたい。お願い、リボルバー弾持ってて。ライフル弾だよな。あ、いた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 。はてな、20メートル。あ、なんだ。お、リボルバー弾と？ん？誰？話しかけることできない。いびきやべえ。てか酒まみれ。エフゲイにいてパターンではないよね。撃ち殺せたりすんのかな。絶対にやっちゃいけないよね。やっていいのかな。敵ではなさそうだけど、ほっとこう。起こせないかな。殴っていいかな。あ、違う。どうしよう。た、試しに。あれ、ダメだ。ほっとくか。
もう一人のやつを始末しないと。草に同化すれば。どこ行った？あれ？で、見失っちゃった。やらかした。見かけたら先にやっておくべきだった。いい。どこじゃ？わからない。草に入ればバレないはず。え？え？建物の中か？え？位置的に建物の中っぽいんだよな。ドゥガレーだ。いた。振り向いたらもう撃つよ。はい。なんか前ほど殺傷したとて精神がえぐられなくなったような。そしてメタルプレート手に入っちゃったよ。勝手に装備されたかな。この建物何がある。そろそろね、あの別の建物でも見えてたんだけど、オリビエに渡すことができる武器が何？タチアナ上映会やってるよ。なんで？レーションあった。うわあ。うわお。誰？ハゲチャビになったんだけど。なんでチェルノブライトが生えてくるんだよ。ああ、なんで生えてきたんだよ。消えるなら。もう。あと、ハテナ一箇所か。なんか向こうにハイライトが見えるな。消えちゃった。そうそう、エフゲニーは前この辺にいたんだよな。電気部品っぽいハイライトだったからもう一回検索したい。はい、これか。あ、部品っぽくない。1,2,3,4,5 散歩に行く狩人、いきなり現るウサギ。え、終わり。ウサギが男を撃ち殺した、撃ち倒した。ウサギが、このまた隣の建物では以前 NAR の兵士同士が揉めてた気がするんだけど、誰もいないな。この辺収集できそうなアイテムがたくさんありそう。はい、もうちょっと近づかないとな。
この家入れるんだよね。暗いんだが。ピッキングか。どうしてこうもフィールド上にはピッキングが落ちてないのか。ピッキングというかロックピック。可燃部品ばっかり溜まっていくよ。ここは確か学校だったっけな。そうだね。電気部品だ。電気部品だ。よっしゃ。真下にいろいろあるな。おい。なんですとそんなぬいぐるみ置かなくたっていいじゃん。置きすぎだろ。ここのぬいぐるみいなくなってるし、もう出よう出よう。こっちだ。穴もない。もう汚染されてる。そんなところかな。こっち側に入れる家はなかったはず。多分。いや入れそうだ。チェルノブライトを生えていくけど、これバーナーいりますよってパターンだ。そういえばバーナーの作り方調べてなかったな。多分クラフトステーションだけど、調べるか。ああ、なんかまたチェルノブライトの塊みたいに入ってんな。一周はしたね。汚染されてるな。おっ、びっくりした。あ、電気部品かな。よっしゃ。これ直撃したら死んじゃうんだけど。ちょっと危ない。さっきこんな天気悪くなかったんだけど、おかしいな。燃えてるし向こう。近い近い近い。ちょっと先に早くあのもう一箇所のハテナをチェックしちゃおう。どっちだ、こっち、このまっすぐか。なんだ、またか。え、それが分かんないんだよ。まあ、助けてやるか。держи. Это поставит тебя на ноги. Спасибо. Я этого не забуду. 借り返せよ。お前。ただじゃねえんだからな。汚染されてる。ちょっともう外危険そうだから早く屋内に行くか。口を揃えて NAR の兵士化け物化け物って言ってるけど、その化け物は確かこの建物にいたかもしんない。リボルバーで倒せっかな。ちゃんとした入り口から入るか。兵士いないな。リボルバーの弾が4発。はい、入った。ライト落ちてきた。子供が笑ってる。これね、これも確かピッキングだった気がするな。あ、
そうだよね。多分この部屋なんだよ。そうだね。そうなんだよね。暗いな。先に一回読みちゃおう。あ、なんもない。建物内にもハテナ2つか。またぬいぐるみあるし。化け物、化け物いないか。アドレナリン注射が一つ残ってるけど、強えからドーピング、体力がゼロになることは避けたい。便所？便所。ぬいぐるみ。勝手に閉じる。これは？あ、レーション。レーションも思いのほか溜まってん。ギシギシ聞こえた。電気部品。こっちからの階段でも上に行けるし、中央階段からも上には行けるんだけど、行けたよね。なんでそんなぬいぐるみばっかり置くんだ。あ、暗っ。は？なんで、な、うわ、ぬいぐるみ。ぬいぐるみ、生首だけになった。この部屋はまたテレビか。いや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 、一つのハテナイベントはこれか。さらばぬいぐるみ。開かない。懐中電灯のこのバッテリーの概念いるか。普通にめんどいんだけど。こっち側はこんなところか。そうだね、ロックピックがないのが本当に悲しい。モンスターもいなかったな。じゃあもう片方に行こう。はい。やばい。